くだらかやろ。配信、さあ、誰かいるんでしょうか。まあ、ただね、アーカイブ残すから。あ、やべえ、プッシュ送信できてねえじゃん。もい。これ、プッシュ送信行くのか。行ってる？行かない？あ、行った。さあ、誰か来てくれる方はいるんでしょうか。おはようございます。誰もいねえな。そりゃいないわ。ほんといない。誰かいる人、炊飯とか起きてないですか。関係者に呼びかける配信になってしまいました。おはようございます。本日十、もう、あ、花、花岡いた。じゃあ、花岡さんにだけ、言うね。もう俺ね、いや、マクドナルド工業素晴らしかったです。マクドナルド工業はね、素晴らしかったんです。それはね、すごい気持ちが晴れやかだったんですけど、それ以外の部分で、俺ね、花岡さんには言わなかったんだけど、なんか、マクドナルドに救われたな。ほんとね、ほんと腹立たしい一日でした。ただマクドナルド工業の会場にいてね、試合をして忘れることができたんだけど、なんかね、なんかです。陽子さん、おはようございます。おはようございます。起きてた。あ、ともさん、おはようございます。おはようございます。すいません、今ね、花岡がいたんで花岡に毒を吐いてました。まあアーカイブ残すけどね。よくないと思うんですよ、本当に。でもなんかね、今こんなこと俺が言ったらね、他の所属メンバーに迷惑かけるから余計なこと言わないけれど、信念がないやつが本当上辺だけでいろいろね物事を言うのは本当良くないなって思いますね。本当なんだろうな。でもそんな世の中なんだろうね。結局さ、まあまあ俺も別にね、長年この業界にいるけれど、この業界関係なくね、結局なんかさ、知名度じゃん。知名度っていうだけだったらそれも腹立たしいんだけどさ、なんか。なんだろうね、なんかうまいことあることないこと言って、なんかいろいろやってるのって良くないよねっていうことをね、もう腹立たしい中、今日良かった、マクドナルド工業に呼ばれてて、なんかね、なんか癒されるじゃないけれど、ちゃんとプロレスっていうものに集中できたかなってね。なんかプロレスっていう世界にね、やっぱり思いがあって俺はこの世界にいるんだけれど、まあ分かんないよ、別にね、そんなきっかけなんて誰もがいろいろあるからいいんだけどさ、なんか本当なんかな、この世界にね憧れてとか、この世界に見去られてっていうね、人は応援したいなと思ってるけれど、まあいいや、これ以上言わないけれどさ、なんだろう、なんか本当クソみたいなことがあったなって。でその中でマクドナルド工業があって試合できてよかったなと思いますっていう、いきなりのこんなね、ネガティブなことから言ったけれどね、ネガティブは良くないって言ってる俺がこんなことを言い始めたけれども、こんな時間に入ってきていただいた皆様ありがとうございます。ただね、アーカイブは残すよ。お前はほんとこんな腹立たしいこと、ほんと近年まれに見ねえなと思ったんで、まあ、ただ今日マクドナルド工業の時に花岡がいたんで、ちょっと聞いてくれよって言えなかったんだけど、ごめん
ごめんよ。ほら、夜中に帰ってきた俺の足元にすり寄ってきた犬のうのを今蹴飛ばしちゃったじゃないか。真っ暗闇で配信してるからね、なんか良くない、うん、良くないよ。アーカイブはね、アーカイブは残してるからあれなんだけどさ、少しでも良心があるんだったらね、自分が何をしているのかっていうのを考える気持ちを持った方がいいかなって思うよね。いやー、本当こんなクソみたいなことがあるんだなと思ってね、びっくりですって思っただけです。チョコマシューってヨーコさん、すいません、今ね、ま、あーでもこれアーカイブ残すんで全然ね、酔っ払ってないですよって言いたいところだけれど、マクドナルド工業の後にね、アフーパーがありまして、アフーパーでテキーラ祭りになりまして、そのまま、ね、もう、日付変わって明日ですよ。10月20日、新宿フェイス大会、チケットがたくさんあります。ね、たくさんある中、ね、吉祥寺に井の頭線でついて、そのまま、ね、吉祥寺、今ハブ吉祥寺がなくなってしまった今、まあ、あの吉祥寺店舗もう1店舗あるんだけれども、やっぱり自分のね、このすごい苛立った気持ちを落ち着かせてくれる安心できる場所って、もう吉祥寺にはドリンクバー石抜きの店しかないんで、石抜きさんのお店に行ってね、石抜きさんのお店で楽しく飲んで、よし20日新宿フェイス大会どうにか頑張るぞって思ったんだけれど、お店の閉店とともにね、ね、だいたい1時間近くかけて歩いて帰ってきたんだけれども、その間にもうなんかね、ふつふつと怒りが、この怒りは収まらないぞぐらいな感じになったんだけどね。ね、いいんです。分かる人だけ分かってくれたらいいかなと。ね、ただアーカイブは残すからね。もし万が一、なんかね、ああ、こういうことかなって思ったら本当考えた方がいいと思うなっていうことがあるな。人としてね。真面目な話をしておりますが、10月20日新宿フェイス大会チケットはたくさんあります。それでもね、ここに来て、スポンサードマッチを行ってくれる方も、名乗り出ていただいて、もちろん大会はね、ちゃんとできる感じにはなっておりますので、ぜひとも皆さん、見に来てください。今だいたい今7分、まだ10分も経ってないけど、ほぼほぼ言ってたこととはね、全く興行は関係ないんで、はい、個人的な問題です。個人的な問題だけれどね、なんだろうねって、なんかちゃんとね、もう人によって価値観違うから何も言えないんだけどさ、俺は死ぬ時に胸を張ってね、ご先祖にね、全力でこれやってたけど報われなかったぐらいな感じでもね、言えるぐらいなね、死に際をね、迎えたいなって思ってます。全部が嘘で固めたようなね、やつはほんと考え直した方がいいかなって思ってます。まあそんなやつね、今このプロレス業界にいたら何も見てきてんだけどね、うん、アーカイブは残すんでね、サクッとワンクールやって終わらすんでね、別に見なくてもいいんで、アーカイブはね、ただそういう生き方をしない方がいいんじゃねえかなって思います。まあいいんじゃねえかなじゃなくて、そういう生き方すんじゃねえよって言いたよね。ほんとクソみたいなやつは世の中はびこってんなって思ってます。はい、
何もね、今来てくれてる人じゃ何もわからないことですけど、はい、ね、ちゃんと話しましょう。これアーカイブ残さない方がいいのかな。花岡いる？アーカイブ残さない方がいいかな。 YouTube にアップしちゃう。 YouTube もう少しで1000人になるし、残しましょう。花岡さんが残しましょうって言うんだったら俺残すわ。残しますね。ごめんね、ごめんよ。俺のこの発言でなんかいろいろね、なったとしても俺は間違ったこと言ってないとは思うから言うだけだけどね。所属メンバーに迷惑かけることがあったらごめん、謝っとくわ今のうち。でもアーカイブ残すけどね。花岡さんが残す。あれ、顔マオリーいた。マオリーいた。マオリーなんで起きてんの、おはよう。マオリーも残しましょうって言ってる。わあ、嬉しいわ。嬉しいわ。ごめんね、俺今冒頭に言ってたこと、全く10月20日の新宿大会と全く関係ないことを言ってたんだけど、残しましょうって言ってくれてる花岡と真織がいたので、ちょっと俺が救われた気がするわ。まあだからね、プロレスに集中したいなっていうところですよ。まあ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 ね、真織と花岡がこの時間帯に入ってきてくれたのが嬉しいな。まあ真織とはね、試合なんだけれど、マオリは反応したのにケンスケが反応しないっていう、どういうことっていうところだけれど、まあそれはそれでね、まあ若者だっていうのを思って、まああとはねリング上で、まあまあマオリも言ってたけど、あとはどつき合えばいいんじゃねえかって、まあね、どつき合うことでしかね世間に反応させることできないからね、それは思いっきりやってやろうっていうのが10月20日シークレットベース勢のみのタッグマッチだから、タイトルマッチでそれをやりましょうよ。わあ、なんか嬉しいな、花岡と真織がこう入ってきてくれたの嬉しい。じゃあ残すね。気づいてくれたら気づいて、俺は今本当にね腹立たしい気分でいます。なんだかなって思うよね。なんかそういうまあまあいいか、あんまりねこうこの時間帯に来てくれてる人、もしくはうわこんな時間に配信してるんだと思ってアーカイブを見てくれる人からしたらね、もしかしたらね面白くない話かもしれないから、そんなことは言いたくないけれど、ただちゃんとね、自分に嘘をつくなよいうことを言いたよね。嘘で固めたような人生を送るんじゃねえよって思うよね。ただね、それを気づいてくれる人がいる世の中かって言ったら世の中じゃないから、それが腹立たしいんだよな。飲んじゃおう。なんか言われたらしばき回したらエンドスだ。マオリありがとう。いや本当そうだよね、本当しばき回したい。全然このね関西弁ちゃんと勉強する。はい、そんなわけでして、こんな時間帯ですけれども、はい、ね、まあ真織からしたらね、ふざけんなよって思うかもしれないけれどね、今回の新宿フェイス大会にもね、北方領土エリカちゃんと、なんと北方領土エリオくん、シークレットベースの札幌大会にね来てくれてる、このね北方領土のマスコットが応援に駆けつけてくれる。ね、ただね、パッと見た目俺の応援かなと思いがちだけれども、エリカちゃんとエリオくんね、シークレットベースの応援に来てくれてるからね。
ね、シークレットベースという団体に応援しに来てくれてるんだよ、ね、だからこそ俺はもうシークレットベースのメンバーをね、みんなで、ね、みんなで北方領土に行きたいって思ってるんだよ、ね、これはもう俺のライフワークだと思ってるんだけれども、俺のね声が全然世の中に響かないから、難しいところだけれどシークレットベースでしっかりやっていきたいなと思っておりますと言ったら、デーブさん、デーブさんおはようございます。わあ、デーブさん、デーブさんがいてくれたありがとうございます。デーブさんおはようございます。北海道行きたい北海道行きたいです。シークレットベース必ずまた来年も北海道行きます。札幌行きたいと思ってますのでよろしくお願いします。ちょっとなんか花岡や周りがこうこの時間帯に入ってきたので、ちょっと俺の中で想定外だったから、なんかちょっとね配信してよかったって思いましたアーカイブ残すけどね。ね、もう一杯飲んじゃおう、ね、あんなに散々飲んできたけれど、もう明日だからね、明日はもうやるかやられるか、マオリちゃんとマオリくんも来場しますわ。ゆるキャラ、ゆるキャラ待ってますで、とりあえずもうね、24時間後はまだ寝てるかもしれない、10月20日新宿フェイス大会、シークレットベースね、2024年下半期と言ってますが、2024年今年の大一番でございます、皆さんね、ぜひぜひとも来てほしい、来てほしい、ね、マクドナルド工業でもね、PR できたんだけれども、もちろんみんな工業ラッシュの日なんで、もうチケットをね持ってる方たちがほぼでした。しょうがない、これをどうにか乗り越えたい。だからこの配信をねミラクルで聞いた人はこの日休みと思ったら、ぜひ新宿フェイスに来ていただければ嬉しい。打ち上げイベントもやります。もう打ち上げイベントの締め切りは過ぎているけれども、ね、まあ例年通りハブさんにはね迷惑しかかけてないんで、すいません何人増えましたって言ってもね、すぐ対応してくれるんで、ぜひまだまだ受付をしておりますので、打ち上げイベントよろしくお願いします。いやー、ね、個人的にはねプロレスのね試合以外のことをこんなことを言うあれはねやりたくないなと思ったんだけど、ほんとね怒りが収まらない。終わったわ。今日花岡と一緒だったけれど、花岡にも何も言ってないんだけれど、ここに来て花岡と周りがこうねコメントしてくれたのは終わったわ。ちゃんと20日試合に集中します。周りとどつき合ってやりたいと思うし、健介ともどつき合ってやりたいと思うし、朝から配信してよかったわ。そんなわけで、陽子さんすいません。ともさんもこの時間帯に来てくれたのに何を言ってるんだっていうあれですけれど、ね、大丈夫です。で、全然深追いしないでください、ね。ありがとうございます。こうシークレットベースのね。配信に皆さんが来てくれるのがありがたいです。嬉しい。デーブさん札幌行きますようこさんも札幌行った時はぜひね、みんなで楽しく飲める時間を作りたいなと思っております。ありがとうございます。デーブさんありがとうございます。あ、トモさん明日楽しみにしてます。ありがとうございます。そうなんです、毎日配信するって言ったのに帰ってきたのがこの時間だったんで、とりあえず配信しないとと思ってね、
まだこれ、第3試合です。あと第2試合と第1試合どうしようかって思ってますが、ね、とりあえず、最新情報としましては、変わらない年明かこの間リングソウルでね、マオリ工業でタッグを組んだ河原井俊也がなんとマオリの応援に行くって、この間タッグ組んだんじゃないのって思ったのにコロッと変わりますよ、コロッと、もうまあそんなもんですよ河原井俊也がね応援に来るって言ってくれてるね、びっくり、あいつはそんなやつやあいつはそんなやつですいや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 、マオリの応援に行くって言ってるのやつはそんなやつですいやもうね、いやいいですよ、もう俺はもう河原井もろとも、もうなんなら河原井に攻撃するんだ俺ね、まあただね、あのシークレットベースの大一番って言った時にこうやって声を上げてくれる選手たちがいるっていうのはありがたいなと思っております。あの俺のね、俺が、ね、先日、飛行機に乗った時に、荷物から出てきた時に、スーツケースの取っ手の部分が破壊されたスーツケースそれをまあしばらく巡業というか旅はないかなと思ったからそのままにしてた時に、マオリ工業と、NPW があってしまったと、やべえ買い直してないと思った時にちょうどたまたまね宇宙さんとゼロノスと一緒にいて、ね、職人の2人がパパッと5分もかかんないうちにね取っ手部分を取り付けてくれてね、スーツケースを復活させてくれたのに、ね、あの大阪遠征から帰ってきたら、そことは全然違うチャックの部分が全く動かなくなって、結局破壊する羽目になると。でそんな時に動いてくれた、ゼロノスもね応援に会場に駆けつけてくれるっていうことなので、まあゼロノスは宇宙さんの応援なんだけどね、全部レスラーが来てくれたら全部試合をしてほしいんだけれども、あのみんなね応援しに行くって言ってくれてるんで、ね、本当申し訳ないけれどみんなでねシークレットベースを乗り越えたらまたねシークレットベースのリングでみんな熱い試合をしてほしいなと思ってるんで、なので、試合に入っているメンバー以外でも、レスラーズが何人か来てくれると思いますので、会場に来ていただける方はぜひレスラーズを見つけたら声をかけてあげてくださいませ、よろしくお願いします。河原井さん、悪い方の河原井さんで来るのかいい方で来るのか楽しみです。確かにそれ気になりますね。ただ試合もないのに悪河原井で来てもどうすんだって話ですけどね。いやなんでまたこんな時間にみんな起きてるのかなって不思議です。そうね、さっきも言いましたけど、マクドナルド工業の後に、井の頭線なんで下北沢でやってたんで、吉祥寺まで行ってね、吉祥寺といえば週末なんで石力さんのお店やって、石力さんのお店でね結構がっつり飲みまして、ね、終電なんてないしバスなんてないしタクシーなんて止まんないんで、ね、歩いて帰ってきてこの時間と思わずねこのね衝動のまま配信をしてしまったんですけれど、皆さんがこうお付き合いいただいて救われてます。多分ね朝起きたら消したいなって思うことを喋ってるんですけど、アーカイブは残します。俺絶対間違ったこと言ってないし、また蒸し返すんだと思う。大丈夫、でも
花岡と周りの2人がね残した方がいいって言ってくれたんだったら俺も残すから、この2人が言ってくれるのがね、シークレットです、間違いない、ね、フェリストがそれは消した方がいいって言っても、いや花岡と周りが残せって言うから俺は残すよって言ったら、じゃあしょうがないねってあのフェリストも言うと思うね、いいんです、いいです、こんな時代だしね、こんな時代だし俺の発言なんて拾ってくれる人なんてねそんないないから、ね、こういう意見が出てるっていう話をねみんな分かってほしい。さあそんなね面白くない話してもしょうがないんでね、違うことを話した方がいいですね。分かった。俺は今なんかすごいなんかね配信してよかったなって思ってます。シークレットおい、花岡にはね今日マクドナルド工業で一緒だったけど何一つも言ってないんだけどね花岡にも周りにも何も言ってないのに二人ともね何かを感づいてくれたのかな。やばい、よかった、今日配信してよかったわ、帰ってきて絶対アーカイブ残しとくわ。よかったよかったね、皆さんがお付き合いいただいてよかったですね。そんなこんなで10月20日ですよ。ね、現時点で、秋葉しおりのデビュー10周年記念試合秋、こちらに、マッチスポンサーが決まりました。あとは全あと残り5試合マッチスポンサー全面的に募集しております。勘のいい楽器は嫌いだね、マッチスポンサー募集しておりますので引き続き皆様よろしくお願いしますね。こんなところでのたれ死ぬわけにはいかないんで、シークレットベースね、あさって、来年の日程も発表できるように明日一日もう今日だけど、土曜日また動いて日曜日にね、来年の日程も発表できるようにしたいなと思ってます、ね、最悪俺来週あのベーリング海峡にカニ取りに行かないといけなくなるんで、ね、そうなると、ね中止、発表してるものに関しては中止にしたくないからね、花岡真織中心に、興行をね引き継いでもらう形になるかもしれない、ね、俺がベーリング海峡から電波が入ったらベーリング海峡から配信するんだよ。でもねそうならないようにどうにか10月20日、新宿フェイス大会を乗り越えてシークレットベースで言うと11月3日もう2週、1ヶ月切ってます、初めての川崎大会、ポストディアミスタッド大会こちらがありまして、11月16神戸リングソウル、17日大阪沖縄会館と11月行いまして12月1日には、夢の島の文部スポーツ東京スポーツ文化館初開催、こちらをやりまして12月22日シークレットベース年内最終戦調布ハートフルホール大会でもね、この日は周りが初めてデスマッチに挑戦というのもありますので、私も下に両極終わった。じゃあ周りとカニ取りに行こうよ、カニ取りに行こう、俺船酔いはしないタイプだから多分大丈夫だと。さあそんなわけで
ごめんなさい。またちゃんと前日配信します。すいません。お疲れ様です。ありがとうございます。30分待った。終わり損ねてしまいました。周りが一緒にカニを取りに行ってくれるっていうので、ちょっとなんかちょっと、ねえ、ありがたい、嬉しい感じになってしまいました。ねえ、みんなでカニを取りに行こうか。カニ取りイベントをやる？みんなでベーリング海峡に行く？ね、ベーリング海峡でみんなでね、配信すれば、ね、カニを取るの大変なんだよっていう配信をできれば、世の中もためになるんじゃないかなって思います。びっくりしちゃった。デブさんカニ取り行ってきたって、デブさんも一緒に行ってくれますか？デブさんも行って一緒に行ってくれますか？その時はシークレットベースはもう加瀬田と健介に任せます。加瀬田と健介、ノブ加瀬田と、鈴木健介の2人に任せた状態で、自分たちカニ取りに行きますね。もしかしたら何人かないなかったことになるかもしれないですけどね、ビッグマネーを手にして戻ってくることができるかもしれないんで、行きたいな。じゃあ花岡さんも行きますか、ベーリング海峡。寝ろ。そうっすね。あれ、カセダいる。カセダいた。寝ろよ。カセダいた。びっくりしたのがいた。マオリも反応してる。で、よかった。なんかこの時間帯に配信してよかった。え、お前今日誕生日なのに何起きてるんだよって。ちょっと待って。マオリ何？え、ちょっと待って。カセダって誕生日なの？周り大好きだな、カセダのこと。ちょっと待って、カセダ誕生日なの？どういうこと？ちょっと全くノーマークすぎたんだけど今。まあすごい、周り大好きだな。よく周り周りなんで知ってんの？ちょっと誕生日なの？どっち？今日10月20日え、今日誕生、10月19日ってこと？勝田。マジか。嘘。どうする？どうする？じゃあ、大ちゃん行く？今日。え、10月19日誕生日なの？誕生日あったんか、お前って。誕生日あったんだ。びっくり。何歳になったんだ。あれ？何歳の、え、もしかしてもう加世田って同期会に呼ばれない感じ？嘘でしょ？え、誕生日嘘？ 10 月なの？ 13 歳？あ、13歳か。13歳だったらなんか納得できるかも。30歳になりました。周り、見てる？今。もう残念ながらもう周りの同期会には勝田は呼べないよ。残念。魔法使いお前魔法使いおめでとう。今日マクドナルド工業にいたらバーレスクがあったのに。ああもうね、せっかくねこの間 NPW でマクドナルドとタッグ組んだのにね、今日マクドナルドに声かけてもらったらバーレスクを拝めたのに。ね俺もね、この時間だから言うけど、ね、初めてチップ出したからね、よかった、バーレスクよかったです。中村さんおめでとうございます。まだです。タンプレしないと、ぜひ皆さんタンプレしてください。大塚みゆきさんもいた。あれ、なんでみんなこんな時間にいるの？ねえ、カスダは魔法使いです。
俺は今日初めてあのバーレスクにチップをね渡すことができました。よかった、俺チップ払える大人になったなと。いい大人に俺なったんで、男にしてあげて。いやだからね、男カセダエストレージャーへの道があるからね。あの本当試合終わった直後に五作さんから、今新宿三丁目で飲んでるけど来れるって来たんですけど、それは俺スルーしちゃいました。五作さん無事にね東京入りしてるんで。で、ね、加世田という存在をね、五作さんにどう印象づけるか気になるところです。なかなかね、なかなかなボリューミーな興行なんですよ。で、その中で、あ、今あのちゃんとあの真面目にあの10月20日のね、日曜日のシークレットベースの興行を今話そうと真面目にしてるんですけど、純粋なシークレットベース同士の試合っていうのは、清水山下、我々が持っているタッグ王座に挑戦する、マオリケンスケ、この試合がシークレットベース純粋なタッグマッチです。それ以外はですね、全部、ゲスト選手が出てる大一番、花岡はアンディウーとのタイトルマッチ、アンディウーにベルト取られたらどうするんだってみんな思うじゃないですか。アンディウーはね、あれなんですよ、チャンス大城さん、今みんながね、みんなわかる、チャンス大城さんと同じ尼崎の人なんですね。アンディユーがベルト取ったらもうすぐ尼崎に俺は行くんで、尼崎工業をやります。尼崎リングソウル、大阪沖縄会館っていうのをね、来年の頭にやりたいって思ってますね。ね、花岡が防衛したらね、やっぱりね熊本に行きたいね。守りが京都だから京都でやろうっていう話は今日ね、ずっとやってるけれどね、花岡の熊本も行きたいね。だからね、ちゃんとどうにかね20日を乗り越えて来年に向けてシフトチェンジしていかないといけないんですよ。だからこそ皆様ぜひシークレットベースについてきてください、お願いします。さあ、そしてここであれじゃないですか、もしかするとここで背景変えたら、いや明日短縮できるんじゃないですか。だから今第3試合か第2試合に今変えたらいいのか。じゃあ今から第2試合、これです。背景変えました。背景、おはようございます、信勝だ。戸井さんがパートナー、そして吉田の隆起と五作さん。ね、五作さん、あれ本当にね、五所川原五作を呼ぶんだったら、シークレットベース味の素スタジアム大会って言ってたんだけれど、まさかこんなタイミングで五作さんにね、オファーできるとは思わなかったんだよ。ちなみにおそらく 80% ぐらいの確率で五作さん打ち上げイベント参加します。五作さんは自分のことを次郎長って呼ぶんですよね。ね、自分のことを次郎長、清水だから次郎長って言うんですけど、次郎長がいつも飲みに行くところのイベントってバイス飲めるって。シークレットベースの打ち上げイベントでバイスサワーが、次郎長がいつも飲んでるバイスって。打ち上げイベントのメニューの中にバイスが入ってるかわからないんですけれど、バイスはあります。五作さんが来れるなら飲みたいっていうことを言ってるんで、ね、こんな五作さんと飲める機会ないですよ。ぜひ皆さん打ち上げ参加してください。もうね締め切りは過ぎておりますが、自分がね何人追加になりましたっ
ていうことをハブ西武新宿駅前店に報告すればきっとハブの人たちはねどうにかしてくれるはずね。俺がブラックリストに乗るぐらいなんだよだからぜひ、みんなで、ね、試合を楽しく飲みたいと思うんで、お時間ある方ぜひ打ち上げイベントも参加してくださいませ。戸井選手参戦ですよ。戸井選手参戦です。ハッスルしてますから、一番最年長戸井勝成です。でも一番のキャリアハイは下田美馬さん、ね、下田さん打ち上げイベント参加してくれたら嬉しいんだけどね参加してくれないのかな。ここはちょっと花岡さん、ちょっと聞いてみてください。さあ、勢い余って配信したけれど、まだあと20分あったね。わかった。とりあえず俺は救われましたありがとうございます、ね、この時間にもう本当もね、あれの中花岡と真織が来てくれたので救われました。でもね、真織とは試合だから、試合にちゃんと集中します。ちゃんと頭切り替えるんで、ね、思いっきりやり合えればいいかなと思ってます。ただねって言ったらキリがないんで、もう黙っとくわ。俺の発言でみんなに迷惑かけることになるかもしれないが、俺は黙ってます。何、今のところ五分五分ですってどっち何に対して、どっちだ、下田美馬さんが打ち上げに出てくれることが五分五分、俺の配信がアウトかセーフかで五分五分、どっちだろう。あ、マミーさん久々に続きを見直し、しくらべさん名古屋はしないんですが、こんな時間にありがとうございます。名古屋は今年行きたかったんですけれど、いろいろな日程の都合上名古屋を入れることができなかったんですが、来年名古屋っていうのを覚えてくれてる方がいらっしゃるのがありがたいです、来年は必ず名古屋に進出しますんで、名古屋の大会必ずやりますんで、その時はよろしくお願いします。お待ちしております。あ、下田さんが打ち上げに出てくれるか五分五分、すごいね。あ、すごい。わあ、下田さんと乾杯したい。あ、ぜひ来てください、ありがとうございます。名古屋大会は行きたいです。いや、本当今年できなかったのが悔いに残るなと思うんですけれど、本当はね、名古屋行きたい。大阪はね、今年初めて、年に3回できるんですが、その分名古屋ができなくなったのもあるんですけど、来年はねもっと動けるように、どうにか蚊に構成に乗らないようにしっかりやっていきたいと思います。いやね、あとはね、ね、物議を醸すことがないように祈るだけかもしれないけれど、ね、なんか本当よかった。今日なんか本当このまま帰ってきてね、本当よかったです。花岡真織がいたえくれてよかったです。デブさんもいてくれてんでよかったです。なんかわかんないです、俺だけが抱えてるのかなと思ったらね、なんか安心しましたね。俺らはブレずに行きたいなと思ってます。俺らはってね、みんなを巻き込んでるけれど、ね、シークレットベースにね
足を突っ込んでるメンバーはみんなね、みんな巻き込んでいきたいと思ってるんで、選手はもちろん、スタッフも関係者もお客様もみんなで一緒にね、同じものを見て進んでいきたいなと思っております。わかったね。もしかすると、ここからね、数時間後にはなんか物議を醸すようなことになるかもしれないけれど、俺は間違ったことは一言も言ってないしね。ただね、世の中ってそんなもんなんだろうなって思ったりもします。分かってくれる人がいるっていうのは救われるけれど、なんだかんだね、なんだかんだな世の中ですよ。また別にまたネガティブな方向になるわけじゃないですけど、ね、今日配信してよかった。もう6時回ってる。俺あと数時間も寝れないけれど、ちゃんと頑張ります。10月20日新宿フェス大会、ツイキャスプレミア配信行いますので、ぜひ遠方の方、会場に来れない方はぜひともツイキャスプレミア配信でご視聴くださいませ。配信終わったらこれ YouTube に上げるから、ね、いいんだ。花岡も周りも上げるべきだって言ってるから、俺 YouTube に上げるよ。ね、シークレットベースのね、 YouTube チャンネルの登録者数がなんと今現時点で998人なんですよ。スパチャができるようになったら無観客試合やりますってコロナの時に言ってたのに、コロナ明けてもうまだ1000人達してないですけど、これはねやりますね。スパチャができるようになったら、リングがある常設会場をちゃんとね手配して、やりたいと思います。ね、あと2人今ツイキャス配信聞いてる方ね、YouTube チャンネル登録してなかったらぜひ登録してください。よろしくお願いします。それでは我々幅が広がっていきますんで、よろしくお願いします。いやね、そうだよね、ね、そう、エスカロップのね、ドリアンで食べに行こうよ、花岡さん。俺、レランパゴにね、レランパゴ行ったもんね、レランパゴも4月にね、エスカロップ食べさせたし、ね、もしかしたらメキシコ人のルチャドールで、ね、エスカロップ食べたのレランパゴは最初かもしれない。なんかね、よかった。皆さん、俺の本当にね、俺のなんかね、ただ単にまき散らすだけの配信にお付き合いくださいまして、本当ありがとうございます。ね、花岡と周りが入ってくれたのが嬉しいな。もちろんね、この時間帯にコメントしてくれた皆さんがいるのも嬉しいですし、ちゃんとね、俺はブレずにやっていきたいと思いますね。10月20日新宿フェス大会、皆さんよろしくお願いします。いやそうだよね、いやそうだと思うよね。エスカロップってね、北海道の道東って呼ばれる場所のね、まあ主に根室の B 級グルメなんだけれど、ルチャドールが初めてエスカロップ食べたってレランパゴが最初だと思うんだよな。誰かいんのかな。まあ昭和とかの時代とかいそうだけどね、
やでもレランパゴは最初で会ってほしいな。ケイナに気持ちは負けそうだって。お周りどうした、どういうことだ。いや、ね、よかったわ、よかったわね。ケンスケは全然反応してくれないけど、周りが反応してくれてよかったわ。まあ思い切ってやるしかないから ね、うん、ね、シークレットベース同士の試合がこの日唯一の試合がね、もうタイトル、タッグタイトルなんで、思いっきりやりたいなと思っております。よかった、周りも花岡も早く寝ろよっていう時間だけどね。ね、ぜひ皆さん10月20日お時間ございましたら、シークレットベース、新宿フェイス大会よろしくお願いいたします。どうしても来れない方、東京新宿フェイスに足を運べない方はツイキャスプレミア配信がございますので、ぜひともご視聴お願いいたします。よろしくお願いいたします。ね、もう俺もろれつが回らなくなってまいりました。早く寝ないとな。札幌大会の後弾丸に食べに行くってどこ、どこだ、どこのこと言ってんの。ちょっと待って、全然追いつけない。あれか、あのエスカロップね、エスカロップを食べにね。ね、ぜひね、シークレットベースツアーでね、皆さんと一緒に行けて、みんなでね行けたらいいなって思ってます。1000人行きました。メルスさん、唐突に。そう、本当ですか。1000人いた、2人さ、本当だ。わスパチャってできるんですか。いつやる、いつやる。スパチャできるようになったらノーピープルマッチやるって、もうコロナの時から言ってるから、やるよ、いつやる、いつやる。ねえ、せっかくだからね、あのやっぱマオリが都内にいる時やりたいな。まあ逆に関西でもいいよね。あ、それこそ京都でやるのもいいんじゃない。田んぼの中でね、大原のプロレスいいんじゃない。うわ、マジで1000人になった。2人様登録してくれてありがとうございます。トモさん起きてた、おめでとうございます。ヤッチーいた、おはようございます。よかった、みんないてる。よし、よかった、嬉しい。ミルキさん1000人になった。心はいつも都内ですって、マオリア。ありがとう。いやいや、でも都内でも関西でもやろうよ。ちょっとあのスパチャ勉強します。スパチャができるようになったら、あのシークレットベースのアカウントでスパチャができるようになったら、ね、ノーピープルマッチやるって、もうコロナの時からずっと豪語してるんで、これは行きましょうよ。これやりたい、これやりましょう、これやります、絶対やります。ね、今の現状だとね、あのマオリが一番参加しやすい場所関西かなって。ね、でもノーピープルマッチだったらどこにも関係ないからね。いやー、楽しみ、ちょっとやってられますよ。すげえ嬉しい、ありがとうございます。よかった、この時間にやって。よかった、俺がなんかね、面白くない愚痴だけ言ってる配信になんなくてよかったです。あー、ごめんね、チョコマシュが吠え出しました。ごめんね、俺がさっき蹴飛ばしたまま本当に何もおやつを与えてなかった。
いやおい、もう本当どこに向かって吠えてんだお前は。ワンワン、ヨコさん、ヨコさん、ワンワン、ワンワン、荒れてます。今ね、ウノ、ウノ、犬のウノが荒れてます。いやー、分かったです。ね、イライラしながら、ね、寝ないでよかった。本当ありがとうございます。本当皆さんありがとうございます、ね、とりあえず10月20日、新宿フェイス大会で、ね、しっかりと、2025年度の大会を発表できるように動いていきたいと思います。自分にもおやつください。デーブさん、デーブさんに、デーブさんにおやつ、おやつあげたいです。いやー札幌行きたい。年内に必ずまた自分は札幌行きたいと思います。来年の日程を決めて、年内に必ず札幌行きますね。またね、ぜひ配信を見ていただいている関東の方、関西の方、ぜひみんなで札幌行きましょう、ね、打ち上げイベントも絶対やるんで。ね、みんなで楽しいお酒を飲みたい。お酒飲めない方もソフトドリンクでもいいんです。みんなと同じ時間を共有したい、乾杯をしたい、全国をそれで回りたいっていうのがね、今のシークレットベースではあります。皆様よろしくお願いいたします。もう終わっていいかな。皆さん、寝ますよね。皆さん寝ます。赤くなったら赤くなった。本当すいません、こんな朝っぱらから皆さんお付き合いいただきましてありがとうございます。はい、プロレスリングシークレットベース10月20日新宿フェイス大会、ツイキャスプレミア配信もございますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。次回大会は11月3日、川崎大会、初の川崎大会ポストディアミスタッド大会がございます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。ではおはようございます。このタイミングでワクさん、おはようございます。札幌までデブさんありがとうございます。またデブさんに会いに行きます。皆様ありがとうございました。ワクさん、ワクさんアーカイブ見てね。絶対俺残すから、うん、ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさいっていうか、おはようございます。おやすみなさい。えい、ありがとうございました。